ここ数年、目覚ましい発展を遂げてきた中国の鉄道。最高速度は2004年の時速160キロから、わずか7年で時速380キロにまで伸びました。中国メディアは、国際社会が40年かけた高速鉄道の発展を、中国はわずか5年で終えたと主張。しかしか最近事故の多発これについて専門家は 表面的には技術の問題に見えるが、背後には精度の問題が隠れていると指摘します。2009年9月8日、鉄道省の元高官は、中国はわずか6年で高速鉄道の革新的な技術をものにしたと胸を張りました。しかし、今年7月、上海に近い雲州市で高速鉄道事故が発生。当局によると40人が亡くなりました。 事故は中国の高速鉄道への不信を呼びます中国メディアの言う国際社会が40年かかった高速鉄道の発展を中国は5年で終えたというのは本当なのでしょうかこの問題に詳しいセンサーによると中国は2004年に高速鉄道の技術を海外から導入2008年初めて自主開発したという高速鉄道が誕生しましたが

センサーによれば、技術導入を決めた2004年以前、中国は5回列車の速度向上を試みましたが、自主開発の技術では無理なことを発見。それらのプロジェクトは中止に追い込まれました。そこで海外の技術を取り入れ、国産化することにしたのです。在中国現有的这个铁路工業的基礎上、香高速160公里、最终就是失敗了、没有搞成。 自らの功績を優先させる中国の指導者は、長期間にわたる研究開発を待てないとも指摘。また、長年鎖国状態だったため、技術の基礎が脆いほか、研究開発の力点を事業の完成に置いていることが、今の状況を生んでいるとも言います。 今年7月の高速鉄道事故に関し、事故調査チームは9月に原因を発表すると述べていたものの、未だに発表されていません。最近起きた上海の地下鉄事故も納得のいく説明がありません。鉄道問題に詳しい中南大学の元教授、王成立氏は、鉄道事故が頻発する原因について、根本的には体制の問題が存在すると指摘しました。 动车也好，你是高铁也好，你都是国外学来的，有什么难你难请外国人来鉴定上次那个温州动车事故，日本人都表态了嘛，他愿意参与事故的调查啦。你中国你调查不清楚，你请日本人来调查嘛？高速鉄道に関しては、中国が独自技術によるものだとして特許を申請した点も話題になりました。 これについて、北京の有名な弁護士、バク・ショ氏は、モラルの低下がもたらしたものだとして批判します。お金さえ稼げれば何をやってもいいというモラル無視の風潮が現在の状況を生んだと分析しました。新東人テレビがお伝えしました。